皆さん、こんにちは。稲ク TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の講座はタイトルにもあるように、ワードの文字の位置を揃えるのに、スペースキーは使わないでという内容で投稿をしてまいりたいと思います。先月まで市役所にお勤めをしていたんですが、たくさんの書類を目に見るんですね。 その中で印刷物はとっても綺麗にできているんですが、実はデータを見てみると、四角いスペースがたくさん入っているのをよく目にします。これ作るの大変だったんだろうなって思うような文章がたくさんあるんですね。ですが、ワードにはスペースではなく、文字の位置を揃えるには色々な機能がついているんですね。今回は初心者の方向けに、 簡単に文字の位置を揃える方法をお伝えしたいと思います。今回も完成見本、そして練習用のデータも用意してありますので、ぜひ動画を見ていただいたら練習もしてみてください。では画面の方をご覧ください。ではまずダメな例からお見せしたいと思います。 この四角い箱のようなものがたくさんあるのは、空白を入れているということになるんですね。でも実際、印刷をしてみると、この編集の表示、非表示、これをオフにしてみると、こんな感じになるわけです。ですが、給食試食会のご案内というタイトルが、ちょっと真ん中に行ってないような気がするな、となったとき、ここで、 バックスペースキーを置きながら、ここかなここかなと調整をしてみたり、それからこの産業に関しては、もう少し左に寄せた方がいいな、とした場合は、一つ一つこう直していかないといけない、ということが起きてしまいます。効率も悪いですし、かつ本当に綺麗に揃っているかも、 今一つわからない状態で作業が行われるということになるんですね。では実際どのようにやったらいいかというのを解説してまいりたいと思います。それでは練習用のデータを起動します。給食試食会募集、練習用。このデータを用意してありますので、これを皆さんもお使いください。ダブルクリックして起動します。現在の状態は文字がベタ打ちされている状態になっています。 これは実際に給食試食会で使った文章になります。では、文字を位置揃えしていきます。最初の例は2年6月1日。この日付は右揃えになります。ここで大事なことは、文字の位置揃えを行うのは、ホームタブにある段落グループで行います。この段落とは何かと言いますと、文字の最初の部分から、 開業のマーク、このエンターキーのマークまでが一段落と数えます。令和から6月1日の後までが一段落というふうに考えます。ですが、ここ、効果の項からは、この右側に段落の記号がないですよね。どこにあるかというと、ここにあります。つまり、効果の項の段落というのは、 ここから、この、ご了承ください、丸、までが、一段落、というふうに考えます。これはとても大事なので、しっかり覚えていただきたいんですね。では、文字を位置揃えしていきたいと思います。段落内の、どこでも構いません。クリックをした状態で、ホームタブにある、段落グループ内の、右揃え。これをクリックします。すると、段落全体が、右に揃います。 次。この123年生保護者様。これは左のままで構いませんので、次に行きます。この後は自分が誰かというものを通常は右揃えで配置します。この産業をすべて選択します。選択するのは、この余白のところでドラッグをしながら下までこのように。 ドラッグをすることで産業の選択ができます。これは復習なので簡単に行っていきます。この状態で右揃えをしても構わないんですが、今回はこの左部分の位置を揃えたままで右揃えにするという方法で行います。この状態を選択したのを確認したら、段落グループにある均等割付。これをクリックします。すると、 全体的に均等に割り付きました。この状態になったら、このルーラーを使います。ルーラーで左インデント、このマークを確認して、そしてドラッグをしながら、自分のちょうどいい場所までドラッグをしていきます。 今回はこの辺にしておきます。このルーラーになるんですが、もしこのルーラーが出てない場合は、表示タブをクリックして、このルーラーにチェックが入っているのを確認しましょう。チェックが入っているようにしていつも編集しておくととても楽になります。この左インデントとは、この余白から文字の一番左の部分がどのくらい開けるかという部分になります。 通常は左泥へというのはゼロになっているはずです。つまり左は余白から全然隙間なく入っているということになるからなんですね。今回は左インデントを少しドラッグをしながら調整をしていったんですが、世の中のビジネスで左インデントは何も自分にしなさいよという上司は普通いないはずです。自分で目視で見ながらこの辺かなというところで調整をすると思います。 試験以外では何文字ということは普通はないので、何文字という覚え方をする必要は通常はないと思います。左インデントのこの場所になるんですが、このルーラーが小さいので見づらいという方もいらっしゃるかもしれません。このたくさんあるうちの一番下の四角、ここにマウスカーソルの先端が当たっていると、左インデントというマークが出てきます。 この状態になったらドラッグをするようにしましょう。続きまして、給食試食会のご案内。これはタイトルで一番目立つようにしたいので、今回は中央にしたいと思います。クリックをして、そして中央ド台イをクリックします。次、効果の効。この文章の一番最初の部分は、字下げを通常します。 段落の一番最初の文章は通常字下げになります。字下げは一文字になりますね。なのでこの状態になったらクリックをして、そしてここはスペースキーを一度押します。これで字下げになります。先ほどのルーラーを確認をすると、今度はこの上の部分の三角ですね。当てると一行目のインデントと表示されています。 自分でドラッグしても構わないんですが、やっぱりここはちゃんと1文字としたいので、スペースキーを使って、一度キーボードを叩くというのがいいと思います。これで地下げになります。一度字下げをした状態で、ここで行を変えたいと思います。ご支援を賜り、熱く御礼申し上げます。るまで。そして、さてというところは、段落を分けたいとします。 この状態でマウスをクリックをして、そしてエンターキーを押すと、このように前に打ったものを引き継ぐという決まりがあります。つまり、この前の行、効果のこというところで字下げをしていたのを覚えているので、開業をすることで字下げをしなくても、自動的にここは1文字分字下げになります。 自下げについてもう少し解説をしたいと思います。一番最初はベッタ打ちをしておきましょう。では、ベッタ打ちをします。この状態で先ほどは一番最初にカーソルを置いて、そして自下げをしました。この状態は見てわかるように自下げになっています。これは Enter を押すことで自下げが移行するということでしたよね。ところが画面を戻します。 文字を打つ前にスペースを一度押します。この状態で文字を打ってエンターキーを押してもこのように地下げにはなりません。見てわかるようにスペースが入っているだけなので人も自分の地下げにはなっていないというのがわかります。これはどう違うかというと先にベタ打ちをしておくか、それから先にスペースを押すか、 この違いになります。順番が違うだけでも時下げなのか、それとも一文字分空白が空いているデータが入っているものなのかの違いが起きてしまいますので、基本である文字のベタ打ちをしてからレイアウトを整えるというふうにやった方が間違いがなくていいと思います。では画面を戻しました。次に気が気の部分ですね。このシルスという木は中央ドレーにします。 そして少し飛んで最後の方に以上。これは右揃えにします。この文章を読むときは必ず何の文章かということでタイトルを読みます。あ、給食試食会のご案内なんだということでまず目にすると思います。そして次に皆さんがよく見るのがこの気が気の部分ですよね。ですので、この気が気の部分が読みやすい工夫がされているということが非常に重要になります。 では、その方法をやっていきたいと思います。今回は文字の位置について特に中心にやっていきたいので、細かな説明は割愛します。まずは、このコロンの位置を揃えます。コロンの位置を揃えるには、均等割り付けで、その左側の文字を同じ文字数にすることで、コロンの位置が揃います。今回は、この申し込み方法が6文字分なので、 6文字に調整をしていきたいと思います。同時に選択をしていきます。離れたところはコントロールキーを押しながら選択をしていきます。均等割り付けを行います。日付とコントロールを押しっぱなしにし、場所、そして費用。申し込み方法は同じですので、飛んで、締め切り、そして最後、 持ち物。この後に全部コロンが入っていますので、これをすべて6文字分にしたいと思います。では、段落グループにある均等割付。これをクリックして、6と数字を打ちます。単位は打つ必要はありません。OK ボタンをクリックします。するとこのようにコロンの位置が揃いました。次に、 過剰書きですから、今回は黒丸をつけてみたいと思います。黒丸をつけるには、まずは範囲を選択をします。そして、段落の中にある、これですね、過剰書き。このボタンを一度クリックします。すると、黒丸がつきました。コロンの位置が揃って、黒丸が過剰書きになっていて、だいぶ見やすくなったと思います。 ですが、左に全部寄っていますので、少しだけ右に寄せていきたいと思います。まずは選択をしておきます。ドラッグをして範囲を選択し、この状態で左を揃えながら少し右にずらしていきます。この時には、インデントを増やす。このボタンをクリックすることで、このように一文字分ずつずらしていくことができます。 行き過ぎてしまったら、インデントを減らす。これをクリックしながら調整をする方法があります。選択を解除して、文字の位置がこれで良いかを確認します。ですが、まだちょっと読みづらいところがあるんですね。どこかと言いますと、この締め切り日のこの後ですね。当日というところの日というところが、やはりコロンの後に来た方が、 揃ってて読みやすすいと思うんですね。この字を揃えるのがとても難しいと言われています。この下の持ち物の段落になるところも、ここがコロンの位置が揃っていないので、ちょっと見づらくなっていますよね。では、直していきたいと思います。先に完成の見本をお見せしたいと思います。そこで説明をしたいと思うんですが、皆様に覚えていただきたいのは2つのポイントがあります。 まず今編集記号はオフになっている場合は必ずここはオンにしましょう。そうするととてもわかりやすくなります。そしてまず一つ目。この黒丸のところに矢印のマークが入っています。これはこの黒丸を入れた時に自動的に文字と黒丸の間に余白を取った方が見やすいのでワードの方で自動的に取られた スペースになります。なので、記号が入っています。印刷物にこの矢印は印刷されません。あくまでも編集画面上だけ、ここにタブのマークが入っているよという意味になるんです。タブというのは、皆様のキーボードにもあるように、タブキーというのがあると思うんですが、そこにこの矢印が入っていると思います。 それがここに自動的に入っていますよという案内です。そして二つ目。それは一つの段落の中に二行目以降のことをぶら下げという言い方をします。二行目はぶら下がってるっていう意味ですかね。このぶら下げの位置を指定してあげる。そしてこのタブの位置を指定してあげる。 という二つの作業が必要になります。では実際に操作を行っていきたいと思います。まずは編集記号をオンにします。すると先ほど説明したようにタブのマークが入っているのがわかります。次に範囲を選択します。ドラッグを押して範囲を選択します。この状態になったら、まず一つ目。 このタブの位置の指定をしてあげます。最初はだいたいでいいです。タブの位置というのは、まずはここ、L になっていて、左揃えタブに通常はなっているはずです。このマークが入っているのを確認をし、一度このルーラーのこの間、どこでも構いません。一度クリックをします。そうすると、左揃えタブが入ります。 あとでこれは調整していきます。次に、このコロンの位置、2行目以降のぶら下げインデントを指定していきます。ぶら下げインデントはこの三角のマーク。この状態になったら、このぶら下げインデントと表示されたら、押しながらドラッグをしていって、コロンの位置のところまで行くんですが、これがなかなかうまくいかないという人は、 左指でオルトキーを押しながらドラッグをすると非常に滑らかにこのカーソルが移動していきます。このコロンの位置になったなという状態になったらマウスを離します。この状態で綺麗になったのでこれでもいいんですがこのタブのところがちょっと離れている感じがしますよね。なのでここで このタブの位置を指定していきます。先ほど入れたこの L 字のマークをドラッグをするとこのようにタブの位置を調整することができます。この辺でいいかなというところに調整をします。するとまたここがずれてしまうんですね。ぶら下げインデントがずれてしまいます。慌てずにまたぶら下げインデントの位置を調整していきましょう。これは決まりはないので 何も自分というのはありません。この状態になったら、一度解除します。これでほとんど綺麗に揃ったんですが、できれば、この締め切りのところに、当日やむを得ずのところが、開業しても良さそうですね。開業をするときは、段落内開業といって、一つの段落の中で開業を行います。 そのまま Enter ーキーを押すのではなく、段落内開業は Shift キーを押しながら開業をします。では、左指で Shift キーを押しながら Enter ーキーを押します。すると同じ段落の中で開業をすることができます。この下の段落、持ち物に関しても、箸またはスプーン、献立によりますの後にある 筆記用具は次の行でも良さそうです。ここもカーソルをクリックして、チフトを押しながら Enter キーで段落内開業を行います。これで調整が終わりました。もう一度おさらいをします。まずは範囲選択をします。この状態で、この一番最初の1行目のインデントは黒丸の1です。 そして少し余白が取られて自動的に入り、この位置、この文字の位置は L のマーク、左揃えになります。最後に、ぶら下げの位置は、ここからということになります。この3つの位置の指定をして、そして今回は段落内開業、シフトキーを押しながらエンターキーを押すということで、 行を変えるという作業を行いました。では最後に全体的に調整をしながら、レイアウトを整えていきたいと思います。タイトルになる部分は文字を大きくしたいと思います。今回は16ポイントにします。そしてこの段落になるんですが、今ルーラー上で行いましたが、この小さいボタンですね。 ダイアログボックス起動ツールと言います。これを押していただくと、インデントと行間隔のタブの中に、インデントというのがあります。ここで左と右のインデントの位置を調整することができます。ここでやるのは、ルーラーとは違って、きちんと数値で指定することができるという利点があることです。今回は左右1.5字分ずつ、そして 先ほど設定した字下げ一時が入っているという状態にして、OK を押します。すると、文章全体のこの横幅ですね、指定した場所の横幅が少し狭くなります。気書きの部分は少し行を空けます。そして、一番大事な部分、過剰書きの部分は、 行の間隔を1.15にします。これで少し高さが出ます。最後、ここが切り取り線の部分です。切り取り線は線を引いた方が良さそうですね。ですので、この開業のところを範囲を選択します。グレーで範囲選択されました。この状態になったら、また段落グループにある、この三角のボタンをクリックします。 一番下にある、線手とページ形線と編みかけの設定をクリックします。ここで、形線タブが開かれているのを確認し、線の種類は自分の好きな種類を選びます。今回は点線を選びます。そして、このプレビューで確認をして、ここに、下に下線がついているのを確認したら、OK ボタンを クリックします。給食試食会に参加します。これは両方上下に少し幅が取られても良さそうですので、段落グループの、ここ、段落前に間隔を追加。そして、もう一度クリックし、段落後に間隔を追加。これで両端が少し開きました。最後、この産業に関しては、 下線を引いていきたいと思います。ドラッグをして範囲を選択し、先ほどと同じように、選手とページ形線と編みかけの設定をクリックします。ここで先ほどと同じ前線を選んで、そして、真ん中と下に線を引きます。この状態で OK ボタンをクリックします。すると左右に綺麗に、 直線が引けるようになりました。あとは横の位置を調整します。この状態はページの端から端まで綺麗に直線が引ける状態なんですね。ですが、ちょっとこれだと左右に伸びすぎてしまうので、これもルーラーで調整をしてしまいましょう。では、左インデントでドラッグをしながら、この辺かなという感じでドラッグをしていきます。私はこの辺でいいと思います。 そして右のインデントもここで押しながらこのように綺麗にスペースが入っているところまでドラッグをして調整をしておきますコーヒーカップはもう少しずらしておきますこれで切り取り線が入った 給食・試食会のご案内が完成しました今回の動画はここまでにしたいと思いますタブとルーラーの機能というのはまだまだあるんですね追ってまた次を紹介したいと思うんですが今回はルーラーを使ってこうドラッグをする方法が結構メインにありました その方法っていうのはね、マウスが苦手な人にとっては結構きついと思うんですね。あとはマウスというよりはすごくルーラーが小さいので説明するのも結構大変だったりするんですね。これデメリットかもしれないんですが、もし使える人はこのルーラーをいつも表示してあげて、そしてその編集記号を見る癖をつけるというのは大事だと思います。 また、ダイアログボックス起動ツール、ちっちゃなボタンを、あれを押していただくことで、今度は数字で自分で入力をすることで位置合わせをするということができるというのも知っていてほしいんですね。ワードは横位置も出し、それから縦位置の調整も難しいとされています。今回はね、縦位置の部分も少し入れてみました。ワードの縦位置の部分を調整するのが難しいというのが、 ワードのね、第2番目のお悩みということで、去年動画を投稿しています。まあ、そちらの方を縦位置の方は見ていただくと、えー、よりわかるのではないかなと思います。では、今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回お会いしたいと思います。ごきげんよう。この左インベントになるんですが、 詳しくしていく字下げについての説明を少ししたいと思いますところがこ画面を戻します一番最初に字下げをしてしまい文字をでは今のはコーヒーカップはもう少しずらしておきます これで切り取り線が入った給食試食会のご案内が完成しました。